イエンス・ユールはデンマークの画家である。18世紀のデンマークの主導的な肖像画家とされる。多くのユールのコレクションはフレデリクス・ボウ城に展示されている。フィュン島のバルサレブ・サグヌに生まれた。ビル・ヘルミーン・エリザベート・ジュエルの婚外子で1歳の時、母親はガンボの教員と結婚し、ガンボで育った。幼い頃から絵に興味を示し、両親は ハンブルクの画家、ゲーマンの見習いとして送り、5から6年、そこで働いて、肖像画、風景画、風俗画の腕を磨き、特に肖像画家として、評価を高めた。20歳を超えてから、コッペンハーゲンに移り、デンマーク王立美術院に学び、宗教画を描き、1767年で賞を得、1771年に、グレート・ゴールドメダルを得た。 1772年に国外に出て、ローマに移り、4年間、ニコライアビルゴールラのデンマーク人芸術家たちと滞在した。ローマから、当時、肖像画が盛んだったパリを訪れた。1777年に、ジュネーブを訪れ、友人となった、博物学者、哲学者のシャルル・ボネの家に滞在し、彼の肖像画を描いた。1780年に、 コッペンハーゲンに戻った。デンマークでは、宮廷画家に任じられ、王族や貴族らの肖像画を描き、風景画も描いた。1782年に、デンマーク王立美術院の会員に選ばれ、1784年に、準教授、1786年に、ヨハンマンデリベリの公認として、教授となった。 1795年からと1799年からの2度、美術院の校長も務めた。1790年に結婚し、娘は画家で、後に王立美術院の校長になるクリストファー・エカスベアと結婚した。ありがとうございます。